これは山梨すぎます芸人の石井壮太郎、またの名を山梨一品探偵。2人の優秀なアシスタントと山梨の隠れた魅力を日々追い続けている。3人がやってきたのは山梨県笛吹市春日井町のとある場所、なでしこ農園。あそこで何かやってるぞ。ほら、もっと近くで調べなきゃ。やめろ、押しな。ほら、見つかるだろうか。強いよ、力が。やめろ。ちょっと、にぎやかなので、もうすっかり丸見えですよ。何やらここに変わったものがあると聞いて来たんですが。その秘密を教えてあげますので、お手伝いをお願いします。手伝います。はい、はい。3人が連れてこられたのは、ここ、ただのこれ草むらじゃないですか。どうぞ、見てください。あ、すごいぶどうなってる。これはね、日本古来の山ぶどうを改良した大和なでしこという品種なんですよ。大和なでしこ。あ、小粒だけど甘い。美味しい。美味しいね。若月さんはこのぶどうであるものを作っているんですが、その前に皆さんにこれを収穫していただきます。ぶどう、こう収穫する体験をしたことあるの？初めてです。初めて、うん、うわ、貴重な体験じゃない。どんどんコピッと収穫しろし。あー、疲れた。よし、帰ろう。ほら、まだ何も分かってないでしょ。そうですよ。すいません。若月さん、この後何かありますか？まだまだ作業は続くんです。まだある。次の作業ってどういうのがあるんですか？今収穫していただいたおぶどうを、はい、こちらで破砕、くちゃくちゃにします。ほう。そして圧搾、圧をかけます。そして煮詰めます。火入れをします。へえ。うん、おお、入っていくよ。俺たちが、ね、収穫したぶどうがこうなっていくよ。頑張ってください。頑張れ。なでしこ生ジュース、すっごい濃い。甘さもギュッとしてるし、いやー、美味しいジュースもいただいたし、よし、帰るぞ。はい、うん、行こう。ちょっと待ってください。それじゃ今日の秘密はわからないですよ。じゃあまずこれを飲んでください。ん？これ何ですか、今度？これを飲んでみてください。酸っぱ！騙しやがったな！ちょっと、なんすかこれ？これは、これは国産の市販のバルサミコ酢です。いや、それ道理で酸っぱいわけだ。なんで普通に売ってるバルサミコ酢をいきなり飲ますんですか？バルサミコ酢はブドウから作られてるからです。あ、そうなんですね。じゃあ次に、今日皆さんが絞ってくださった大和なでしこからできたバルサミコ酢です。あれ、いや、ねえ、なんかこう酸味はあるけど、酸っぱさあるけど、甘みありますね、これ。ぶどうの力です。同じバルサミコ酢ではない、うわ、美味しい。どうしてバルサミコ酢作りを始めたんですか？直面する農家の高齢化、それからあとダメージを受けたぶどうをどう有効活用するのかということをテーマに考えたときに、このバルサミコを新たな酢の文化産業としたいなと思って始めました。ぶどう王国の山梨ならではの取り組みですね。本当だね。まあ俺は最初から見抜いてたけどな。嘘つき。ごめんなさい。隠れた一品の正体がバルサミコ酢だったことを知った一品探偵とアシスタント、そして次回その製法の秘密と意外な活用法を知ることになります。怒涛の後編に乞うご期待。しっかりしてくださいよ。はい。